全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは2頭、鬼飛龍、ヒューブライアン。まずは先行争い、3番アグノスタキオン、花を奪いに行きます。10番小麦スペシャル、先頭に入れ替わります。5番レールガン、後位につけています。そのうち1番鬼飛龍、外から4番サイレントフォース。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外から6番ドラゴールテノク、続きまして8番レアエクセル。 600m の通過タイムは34秒2。外から9番ハルノウィザード、内から2番ホジンシュタイン、1番人気7番ヒューブライアン。この位置最後方は11番レイジーデイズ。先頭から最後方まで4馬身、4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線勝負、400を切って先頭小麦スペシャル、そしてアグノスタキオ、小麦スペシャル粘っている。ヒューブライアン苦しい展開になった。追い上げるアグノスタキオ、2番手アグノスタキオ差を詰める。レアエクセル差を詰める。小麦スペシャル逃げ切ってゴール。勝ったのは小麦スペシャル、鞍上は横山武騎手。勝ちタイムは1分18秒2。小麦スペシャルブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着。